防衛省が概算要求として次期戦闘機開発に2023年度は1432億円を計上したとの情報をキャッチしました。今回はこの次期戦闘機開発費1432億円で見える F3 開発の現状を詳しく見ていきますね。日英で機体の形状は同じになる話が新進みたいにしてほしいが、日本では来年度の2023年度の防衛予算がこれまでの最高額である5兆5947億円となることが明らかとなり、現在の日本が置かれた不透明な安全保障環境を見据えて様々な分野への予算額の分配が行われるものだといえる。中でも敵の射程距離外から運用することで自軍に及ぼす被害を最小に止めつつ、敵の艦艇等を破壊することを目的とした、いわゆるスタンドオフミサイルには重点が置かれており、今後の防衛力のようになるものと期待される。このスタンドオフミサイルは、具体的には、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の開発の継続であり、現在のおよそ 200km 弱の射程距離を、少なくとも、およそ 900km 以上として、防御範囲の飛躍的な拡大が期とされている。こうした長射程の兵器の開発の土台となる人に、意識地対艦誘導弾は、現行のものは、陸上で、装輪式の車両に搭載して運用する形式だが、今後は、航空機に搭載する空対地型や、艦艇に搭載する艦対地型へと拡充されていく方向にある。これらの人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、尖閣諸島をはじめとする。日本の南西諸島部に対して、驚異的な速度で艦艇数を増加させ、圧力を強めている中国軍に対峙する兵器であり、それらの接近を阻止することを最大の目的としている。中国側は、こうした海軍艦艇の増強は、言うに及ばず、中長距離のミサイルや航空戦力においても、すでに、物量的には、日本を圧倒する戦力を配備しており、日本の防衛力は、かなりこれらから押されていることは、間違いない。そのため、航空自衛隊が現在運用中の、F2 戦闘機は、今現在まで、航空自衛隊の対艦攻撃用の、中心的な機体に位置づけられているが、同期の2035年前後からの退役を視野に入れて、代替機となる次期戦闘機の開発が進められてきた。今回の2023年度の防衛予算の概算要求においても、次期戦闘機にまつわる費用としては、機体本体の基本の設計等に約1401億円、その機関部や無人航空機との連携を図る研究に約31億円と、合計で1432億円が投じられることとなった。現行の F2 戦闘機は、アメリカの戦闘機である F-16 ファイティングファルコンをベースに、三菱重工業社等が中心となって開発を行ったものだが、四方を広い海に囲まれた日本の国情に合わせた移管兵装を強化した機体だ。本来の F-16 ファイティングファルコンは、当時、本家のアメリカ空軍では、高価な F-15 イーグルの補完を担う、副次的な機体であり、機関部が単発であることは、日本の運用環境を考慮すれば、最善の選択だったとは言い難い。そのため、F2 戦闘機の開発時のも、完全な純国産化を望む声も少なくはなかったが、当時の日本は、戦闘機開発において、最も重要度の高い機関部の製造を自前で行う技術を有しておらず、結果、F-16 ファイティングファルコンを土台にせざるを得なかった。また、その時代の日本は、アメリカとの間で、かなり大幅な貿易黒字を上げ続けていた時期でもあり、アメリカ製の戦闘機を土台に使用することで、それを一部是正する手段として、政治的な判断が、
最終的に下されたとも言えるだろう。ただし、こうした経緯を経て、F-16 ファイティングファルコンを土台として開発された F-2 戦闘機だったが、やはり、以後に、日本が、独自に仕様変更を行える自由度は低く、アメリカ側が課した、コアな部分のブラックボックス化は、避けられなかった。このことから学んだ日本側は、来る次期戦闘機開発においては、再び、その鉄を踏むまいと、自国主導での開発を掲げ、さらに、機関部についても、IHI 社が、試作の XF9 によって、F-15 イーグルに搭載されたものにも、相当する推力を達成するなど、巧妙を感じさせていた。とはいえ、日本が、単独で、次期戦闘機開発を行うことは、未だ困難であり、F-22 ラプターや F-35 ライトニング2等の、いわゆる第5世代戦闘機において、西側諸国で先端を行くアメリカのロッキード・マーチン社からの技術支援は必須と考えられていた。日本では、次期戦闘開発には前述したように、自国での主導を掲げていたが、それを実行するために、三菱重工業者を主幹企業に据えて、その傘下に、各部門の国内企業を配置する体制を敷き、そこに、ロッキード・マーチン社の技術支援を仰ぐ想定だった。しかし、昨今では、こうしたアメリカのロッキード・マーチン社ではなく、イギリスとの次期戦闘機開発の方向性が示唆され始め、イギリスが現在進行中のテンペスト計画との協業関係となっていくことが、徐々に明らかとなっていった。イギリスでは、現行のユーロファイタータイフーンを代替する次世代戦闘機を開発する目的で進められているのが、テンペスト計画であり、同国の BAE システムズ社が主幹となって、機関部をロールス・ロイス社、レーダ類をレオナルド UK 社が担当している。これらのロールス・ロイス社と IHI 社が、機関部をレオナルド UK 社と三菱電機社が、レーダ類を共同研究、開発することが、この2022年には打ち出されており、かつてのロッキード・マーチン社のポジションは、BAE システムズ社が担うことになりそうだ。ただ、ロッキード・マーチン社も、日本の次世代戦闘機開発に、全く参画しないというわけではなく、一部には関係する方向だと見られてはいるが、ビジネスとしての軸足は従来想定されていたほどには関与しないというのが、大方の見方となった。ロッキード・マーチン社が、日本の次世代戦闘機開発に、積極的な関与を行わないであろうという理由は、アメリカが、自国の空軍等への配備を行おうとしている NGAD、ニュージェネレーション・エア・ドミナンスとの乖離にあるとも言われている。アメリカの NGAD、ニュージェネレーションエアードミナンスは、文字通り、今の F-35 ライトニング2らの概念を超える第6世代戦闘機だとされているが、日本の次期戦闘機は、その範疇ではないと考えられている模様だ。そもそも、第何世代という、戦闘機の分類の仕方も、それらが登場して、以降に、後付けで外から、分類されるものであり、ロッキード・マーチン社等の製造企業そのものが、こうした分類をもとに、戦闘機の開発を進めているわけではない。しかし、ロッキード・マーチン社にとってみれば、日本の次世代戦闘機の目指す要件は、自身やアメリカ軍が開発しようとしている NGAD、ニュージェネレーション・エア・ドミナンスとは、大きな隔たりがあるのだと思われる。そもそも、日本の次世代戦闘機は、冒頭で述べたように、2035年頃の実戦配備を目指して進められており、これは、テンペスト計画とは同時期ではあるが、NGAD、ニュージェネレーションエアードミナンスとは一致していない。アメリカの NGAD、ニュージェネレーションエアードミナンスは、早く、
とも2040年以降の配備となる線が濃厚であり、さらにこれまでのような長期間にわたってアップグレードを続けて運用する形式ではないとの指摘もある。このためアメリカの NGAD ニュージェネレーションエアードミナンスはかつて1950年代から60年代にかけて多種の戦闘機を同時並行で投入した形式になぞらえてデジタルセンチュリーシリーズとも呼称されている。かくして日本の次期開発は従来までのアメリカとの路線から一転、初めてイギリスとの共同開発を行う方向へと進みつつあるが、具体的な体制等についての公表は2022年内に行われるとみられ、今後の続報に注目する必要がある。